どうもこんにちは、伊豆のディズニーパークチャンネルです。今回は17時からアトラクションとビリーブを楽しむ回り方を紹介します。皆さん、ディズニーのスケジュールを立てるのに悩んでいませんか？作ってみたはいいもののうまくいくか心配になっている方も多いと思います。そこでこの企画では視聴者さんの希望から僕が回り方を考えてモデルコースとして紹介していくものとなっています。視聴者さんのリアルな予定から効率的に過ごすための方法を考えているので、かなり具体的な回り方や攻略ポイントの紹介をしていきます。ぜひ皆さんのスケジュール作りの参考にしてください。今回はたくさんの応募の中から平日の11時からアトラクションとビリーブを楽しみたいというご相談をモデルに紹介していきます。このプランがおすすめの方はウィークナイトパスポートで行く方、夜の効率的な回り方を紹介するので朝早く来れなかった方にも参考になると思います。これに近いシチュエーションの方や全然違う目的だという皆さんにも共通する攻略のポイントを解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。改めて今回いただいたのがこちらのシチュエーションです。パークがディズニーシー、行く日が19日の金曜日で、人数が5人で皆さん学生だそうです。そして到着が17時以降、ウィークナイトパスポートでインパークします。プレミアアクセスの購入は不可で、回り方はアトラクションとショーとなっています。これに加えて行きたい施設がセンターオブジアスとレイジングスピリッツ、見たいショーがビリーブです。ただ今回ちょっとレイジングスピリッツなんですが6月14日まで休止中なので、今回相談者さんが行かれる日には乗れないのでご注意ください。また今回は学生5人で乗りたいアトラクションのラインナップ的に17時から絶叫中心に遊ぶ回り方を考えてみました。今回考えたプランはこちらです。はい、左にタイムスケジュール、右にマップとアトラクションやショーの位置を記しています。タイムスケジュールは今回2つのパターンを考えてみました。それぞれパターン1とパターン2です。マップの黄色い星が希望されているもの、水色の星は希望されてないけど僕が勝手に組み込んだものです。ではなぜこの動きにしたのか、ポイントは何なのかをパターン1の方から順番に解説していきます。まずパターン1は必要最低限だけ乗るようにして余裕を持たせたプランです。まず入園時間は17時10分頃と仮定しています。平日の11時から入れるウィークナイトパスポートは直前に来たとしても入園までは最大で10分待ち、17時までに来れば10分以内で入れることが多いので今回17時10分の入園としています。そして入園してまず行くのがセンターオブジアスです。金曜日のこの時間ならおよそ45分前後の待ち時間のことが多いので50分ぐらいを見積もって組んでます。このアトラクションは平日ならビリーブの後に30分前後に待ち時間が下がることがありますが、その日の混雑具合によってはビリーブの最中に締め切られてしまうことがあります。今回は乗りたいアトラクションとして最初に挙げられているので確実に乗るために一番最初に行っています。そしてセンターオブジアスに乗り終わったらビリーブを待ちます。1時間前から待っていれば立ち見の前から2から3列目は取れると思います。ただぶっちゃけ1時間前から30分前ではビリーブを待つ人の量っていうのはあんまり変わらないことが多いので、ここねギリギリまでアトラクションを攻めるというのも手ではあります。それに関してはパターン2の方で解説していきます。今回のパターン1では見たいショーにビリーブを上げられているので少し早めに待つことを予定しています。またポップコーンとかチュロスを食べるんでしたらここで待ってる間に誰かが買い出しに行ってくるといいんじゃないかなと思います。ビリーブを見る場所はどこでも平気ですが、今回は2つ紹介します。まず1つ目が正面側、初めて見るならここの辺がおすすめですね。ただデメリットとしてはセンターオブジアスから遠いっていうのと、この後インディオン取りに奥に行くのに移動しにくくて予定よりも遅れてしまう可能性があるという点ですね。2つ目のおすすめポイントが橋と山側です。メリットはセンターオブジアスや奥側に近くて移動しやすいという点、デメリットはこちら上から見下ろす形になるので前に背が高い人がいると少し見えにくいという点です。実はディズニーシーってエントランスから山に向かって緩やかに傾斜していて山の方が高くなってるんですね。なのでさっきの正面の方でしたらショーを見上げる形で見るので多少前に人がいても全く見えないってことはないんですが、こっちの山側に行ってしまうと見下ろす形になるので前の人の隙間から見ないといけなくなっちゃいます。まあ2列目くらいだったら全然隙間から見えると思うんですが、それぞれのメリットとデメリットを天秤にかけて決めてみてください。
ビリーブが終わったらインディーに行きます。今回はレイジングスピリッツが休止中なので、代わりにインディーンジョーズアドベンチャーを勝手に予定に組み込んでます。インディー以外にも真ん中の山、このセンターオブジアスよりも奥側はビリーブの後めちゃめちゃ空きます。なので17時からの人、朝来るのが10時以降になってしまう人は、奥のアトラクションは夜に行くのがおすすめです。ただ休日、特に土曜日や祝日ですと、確かに昼間よりは待ち時間短いんですが、インディやレイジングも20分前後の待ち時間は発生してしまうので気をつけてください。そしてインディに乗り終わったら、間に合えばセンターオブジアスをおかわりします。金曜日でしたら20時30分ならまだギリギリ案内してると思いますが、その日の混雑具合によっては案内が終了していることもあります。確定で乗れるとね、今回自信を持ってお伝えできないので、こちらは括弧閉じをしています。またビリーブが終わった後にセンターオブジアスに行こうとすると、同じ考えの人がたくさんいるので、一時的に40分ぐらい待ち時間が伸びて、乗り終わったら閉園時間手前でインディやレイジングに乗れなくなる可能性があります。なので今回は先にインディに行って、ビリーブ直後の混雑が落ち着くタイミングと、このね案内終了のスレスレを狙ってセンターにもう一回乗れれば最高だよねって感じのプランになってます。ちなみに休日のセンターオブジアスはビリーブの最中に案内終了することが多いので気をつけてください。まあ、あとはセンターオブジアスが1回で良ければ、インディーのすぐ横のジャスミンのフライングカーペットとか、マーメイドラグーンの各アトラクション、海底2万マイルなんかを残り30分で2つから3つは乗れると思います。そしてパターン2の方では、ビリーブを待つ時間を削ってアトラクションを乗るようにしています。入園したらまずタワーオブテラーに行きます。平日だったらこの時間20分前後の待ち時間が多いので、この予定で組んでます。ちなみに入ってから出るまでちょっとね時間がかかるので、20分待ちといえども40分間スケジュールを設けてます。そしてタワーオブテラー乗り終わったらすぐ隣のタートルトークに行きます。こちらも20分前後の待ち時間を想定していますが、所要時間が長いので40分スケジュールに入れてます。もしくはこの時にセンターオブジャスも40分前後だと思うので、ここでセンターオブジャスに行っても OK です。タートルトークは平日は20時に案内終了してしまって、ビリーブの後では行けません。なのでもしタートルトークに行きたい場合はビリーブの前に行きます。ちなみに休日だったら21時までやっているので、ビリーブの後にも行くことができます。そして18時50分頃、開始の30分前にビリーブを待機します。30分前から一気に待つ人が増える傾向があるので、30分前には場所取りをできていると少しは前の方で見れると思います。ビリーブの後の流れはパターン1と同じです。こっちのパターンではセンターオブジアスをギリギリ滑り込みにかけているので、インディと順番を逆にしてインディを滑り込みにかけるか、先ほどねタートルトークの代わりにセンターオブジアス行くかにすると安全だと思います。今回のポイントは、ビリーブを待つ人は30分前に一気に増えやすい、奥側のアトラクションはビリーブの後に行く、アトラクションの案内終了時間に注意するです。というわけで今回は17時からアトラクションとビリーブを楽しむ回り方を考えてみました。正確には皆さんそれぞれの好き嫌いが関わってくると思いますが、今回紹介したポイントは変わらず使えると思うので、ぜひ今回のベースに皆さん適宜調整してスケジュールを作ってみてください。また他のシチュエーションでの回り方も再生リストにまとめているので、ぜひ動画概要欄からご覧ください。この企画の応募に関しても動画概要欄から詳細をご確認ください。コメント欄での応募は受け付けておりませんのでご了承ください。現在毎日21時に動画を投稿しています。今回の動画が少しでも皆さんの参考になりましたら、チャンネル登録と高評価で応援をしていただけますと非常に嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。